はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、では続きをやっていきましょう。追撃戦ですね。3回目になるのかな。なのでドギに話しかけて、まずは強化ですね。何を強化するんだ。スタンドラ、これを作りましょう。よし、引き受けだ。さあ、できたぜ。で、ブレイクドラ、叩くと敵全体にスタン効果で、ブレイクもするのか。いやー、でも全然わけわからん素材が必要だな。投石機も無理だし、バリケードも全然無理だし、デコイが一応強化レベル上げられるけど、剣戦騎馬みたいなのを使うのかどうなんだろうね。これでも全部のレベルが上がるのかな。了解。ちょっと待ってな。設置数 ×6 になってるからね。さあ、できたぜ。で、防衛策も全然ダメだ。よし、これでいこう。結構攻撃激しいからね。うわー、なんかごっついのが出てきたな。大軍を率いし、おう、そんじゃやるとウェーブは3か。でも、こっちのね、村人の仲間は多くなってもあんまり関係ない。ってか、全然マップが違うんだけど。ん、どっか出てきてる。ここか。あのごっついやつがいるな。こっちも結構強いんだよね。なるべく早急に型をつける。ナイスだ、ドギハン。ん、あっちにもいるか。おお、来てんね。おお、突進が痛い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 、やばいやばいやばい。オーケーオーケー。ヒットポイント徐々に入っている。いや、これ強いな。あっちからもなんか出てきてるし、忙しい。おお俺のデコイに何をするんじゃい。ってか、あっちにもいるし、やばいやばいやばい。ドラちょっと叩いてみる。あれ、スタンしてなくね。これもう一回でもドラ叩けるのかな。バチョーンとあ、投石機強くね。どっちの攻撃か。本当に結構楽勝に倒せるな。よし、一応全てのものは残ってるけど、てかエアちゃんと働けよ、軍人だろお前。油断は禁物です。もうちょっと来た瞬間叩こう。これやれやれ、ちょっと待ってな。来たか。ほら、さあみんな今のうちよ。えへへ、全然ダメじゃん。うおお、暴れすぎだろこいつは。もう、いやいやいや、待て待て待て。ほら、ありがとうさん。ああ、でもこいつらはスタンしてるな。またデクが1個落としたかな。いや、あっちからも来てるし、こっちからも来てるし、完全してちょ。ほら、やばい、吹っ飛ばされるとだいぶ耐えるんですよ今。いや、でも投石機強いぞ。あそこを引っかかってるな。ん、一定時間なんて書いてあった今。あれ、あいつどっから来るんだ。いや、待って待って待って、このデコイがマジヤバい。おらおらおら、これはもうちょっとした動画を。あれ、なんかまた変なやつがいるよ。なんだよこいつ。え、電撃を出すタイミングになんか分かんない。おら、いや、投石機強い、いいぞ。
ドラの効果がなんかいまいちだな。ごっつい的には効いてない感じがするけど、なんか小型生物は、お、エアラン上がってきたねてかディナ強いこれ活躍度ってどういう基準なんだ。大したもんだ。皆さん、あと一息です。一応マップを見ながら、出てきた瞬間獣たちのボスを撃破せよ。起きたね、ボスって書いてある。ちょっと待ってよ、これ多分ね、ゲージが回復すればドラが撃てるんですよ。オーラ、あれオーラと、あーやっぱりあれだな、完全にデコイ狙いだ。やばい、これはやばいやばいやばい、危ない危ない、いやタフだねー。あーおら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 、これやっぱちょっと弱いな。おブレードラッシュ、いやタフすぎでしょ。あれヒットポイントある、こいつヒットポイント見えなくね、倒したか。こちらを受け取ってください。もはや何のアイテムを手に入れたんだかよくわからん。これでもね、結構アイテムもらえるんですね。てかまたアリスン1位か。アリスン意外に強いな、軍人を押しのけて1位だぞ。お疲れ様でした。B か、B から先が上がれないな。こいつらマジ頑張ってんな。おお、いっぱいあるいっぱいある。お見事です。サラマンダインの皮、完熟ココヤシ5。まあある程度強くなってからね、やれば多分速攻で敵を倒せると思うんで、高ランクを取れると思うんですけど。いや今日も平和になったな。どうしました？ほんほんほん。あー脱出戦ね。てかこれだけの人数さ集めてさ、まだ漂流者が残ってたらどうすんだろう。依頼はないようだ。全員集まんないうちに、じゃあこの島から脱出するぞみたいな感じになったらさ、取り残された人超かわいそうじゃね。かといってね、まあ変な話、全員が生きてるかって言われたらそれもわからないからね。どういうタイミングで脱出を図るんだろう。完全に島を捜索していなければもう他の人たちはいないとみなすのかな。これほんと強えなマジで攻撃力も高いしさ、範囲も広いしさ、まあ、攻撃回数は1回なんだけど、とにかくね範囲が広すぎる。適当に振ればもう当たるっていう。まあ、ちょっとサクサク進んでいきましょう。こっちはいけないから、途中で戻されましたからね。ここは登れんだっけな。あ、登れたか。サラマンダインはねちょっと倒しておきたいよね。ごめん、まだまだ勝者が必要だ。サラマンダインの顔を手に入れましたけど、いやかなり無双してるな。また強くなったね。おあれでどっち行けばいいんだっけ。ここを登るのか。ここ登っ
て、あれこっちって行ったっけ、あそうかこっちから行くのか、そうここでシュタッと来て、ここら辺で呼ばれたんですよね。これはまだ復活してないな。だからこのまま降りてっていいのかな。ここまで来ればセーブポイントあったんだね。で、こっちもあるけど、なんかこっちも行けるっぽくないですか。え、なんかうねうねしてんだけど大丈夫かなんか先が、うわ動きづらいな。この動きづらい中でのボス戦とかやだよ。うわーやだー、てかこいつがやだー、マジで。マガマンドラ、特に何のコメントすることもなく、あれなんか玉ころがあるね。ん、なんだ、え、あれ当たんなくね、どういうこと。一応相手のパワーは減ってるから、この玉袋を攻撃すればいいのか、この光ってる時に攻撃すればいいのかな。痛い、おらおらおら、痛い。なるほど、そういうことか。結構一回目はそんなくて、これは来るぞ、いって、いや全然ダメージが起こらないね。これはちょっと回復アイテムを使わないといけないかな。来い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 、誰にターゲットがあってるか、撃った、おっとちょっとちょっと痛い、当たり、おお、ちょっとこれはまずいな。まあマンゴーは結構いっぱいあるからね、マンゴー使っちゃおうか。よし、あてか薬から使えばよかったか、ちょっともったいなかった。この広いやつだと一気にダメージが当たるから、意外に怖いんだろうな。おお、いいね、これはね、全クリスタルになるからねぶっ倒れてるけど、どうだ、やばい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 、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ヒールポーション使って、あ、これでいいや。てかさ、マジ仲間全然ダメージ食らってないよな、一回すげえな、コンピューターって。あれ、なんか敵を呼び出してるね。てか、あと一歩だけど、必殺技をね、使うタイミングがいまいち分かんないかなって、気にしちゃっては。あれショットズーラとかにもなってるけど、あ、そうだった、あれマガマンドラとショットズーラ、あ、ショットズーラは普通の敵か。あれ倒した、まだ残ってるか、もうちょっと回復回数が使えたくないよ。よし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 、なるほどね。タマッコロを倒すっていう、あれ、お、浮き輪靴、泥沼や水面の、水草を歩けるようになる冒険具、お、いいねいいねいいね、これでまた幅が広がりますね。そうすると、まあ大体手に入れたアイテムを装備しておけば大丈夫だと思うんで、てかまだ冒険具いっぱいあるね、これなら泥の上を歩けそうだな。ありがたく使わせてもらうとしよう。
どういう靴だよ。こっちがいけるけどな、あっち側もいけたよね。てか最初のところとかいけるようになってるっぽいけど、んー、戻るべきか、もうそのままどんどん先へ進むべきか。一旦回復をして、でこっちへ行きましょう。おい、すいません、すいません。あれ、これは？あ、海賊がいるね、海賊が。海賊の目も4。この島に来てからもう半分以上が死んだ。裏切りや反乱に忙しかった連中も今じゃおとなしいもんだ。バカでもわかる。この島で必要なのは力でも財宝でもねえ。俺ももう少し気づくのが早ければな。と言ってここで死んだのか。みんなさ、チリチリになってるよね。でもここまでさ、探索に来た海賊もすごいよな。よし、宝箱をゲット。おお、サラマンダイニスの皮。誰が溜め込んでんだろう。お、ジギタリス。あっちに宝箱があるけど、ん？これは？あれ？これ多分最初のとこだよね。これ落ちたら多分戻れる、戻れるだけの高さある。まああっちの宝箱は一旦放っておくか。じゃあちょっとボスがいた奥から進んでいきましょう。ここは骸骨くんがいたところと、一応ちょっと足は取られますね。ここで回復ができて、回復ポイントはね、 SP は回復しないんで、寝ないと回復しないんですよね、 SP は。まあでも敵を攻撃してれば自動的に溜まってくんで、そんなには困んないですけどね。さて、じゃあ奥へ行きましょう。でもこれを手に入れたってことは、いろんなところに行けるようになりましたね。溺れ死んだところも、死んではないけど恐竜がいた沼のところも行けそうだし。お、ここでイベントが起きる。え、こんなところにもしや人がいるの？あれ？誰かが走っていった。てかこんなところに人がいること自体すごいよな。もう絶対一人でも生きていけるでしょ。ここで一人で生きていけるんだから。ん？これはマンゴーかな。使っちゃったからね。だって一人でさ、この奥行ったんでしょ。島から脱出するまでに漂流者たちをみんな助けねえとな。そうだよ、そうだよ。脱出の見込みが立っているのか。いえ、具体的なことはまだ。とりあえず船長は船を作るつもりのようですが、まだまだ時間がかかるでしょうね。入ってる、散らばってんな。サラマンダインの皮が手に入らない。いてこの上に行くにはツタを登らないといけないから、アイテムを変えるのがちょっとめんどくさいな。ほら、ほらっと。ただ宝箱はやっぱり欲しいからね。だってこう完熟ココヤシ、これで多少ご利用ししても大丈夫だな。ここで変えると浮くの。浮いた。すげえなこの靴本当に。
ちは何もないか。右側に宝箱がありますね。お、しかもいい宝箱、ローネックレス2、ヒットポイントアップか。そうするとそこら辺のアクセサリーは後で整えるとして、てかさ、さっき逃げてった人までどこまで行ったの？この沼地とかさ、あの靴持ってんのかな。ほら、うわ、マンゴーが泥に落ちる。泥に落ちたマンゴー拾ったな。あれ、まだ敵いる？こっちも出てくんな。お、よしよしよし、これ上いける？お、いけるね。ん？これはもう取った？あ、ラテカ樹脂手に入れてる。こういうの沼地に埋まらないのかね。あれ、上もいけるし、こっちもいけるし。サラマンダインがいるな。どうやって戦うかと。上はなんか宝箱とかあるかな。おーし、サラマンダインのカー2つゲット。てかめっちゃ怒ってくるな。どんだけ湧いてくるんだ、ヒルみたいなの。いや、一般人来たらマジ絶対死ぬでしょ、ここ。ちょっとこの上に行きましょう。アイテムで、なんか防御具もうちょっと簡単に変えられないかね。あー、蜂の巣がある。結構必要だな、この殺虫剤。お、なんか、お、なんか秘境みたいなとこに出てきたよ。ロケーションかそうか、このゲームにはロケーションというものがあったよね。薬草の群生地、薬草がいっぱいあるのか。マンゴーも見えるし、宝箱も見える。とにかく今はね、パプリカ、キャベツ、ジビカリスとか、もはやどれがどれだか分からん。適当に剣を振っていこうこんなもんかな。お、まだあったか。あれ、これもある。で、宝箱ゲットして、お、赤き指南書で、赤き指南書とか色別されてるけど、赤き指南書があれか、スキル系か、シルヒドキスで、マンゴーを回収して、あれ、回収できない。もう絶対このマンゴーぐっちゃぐちゃになってるよね竜巻でさ。いや、でもここは良かったっすね。おお、そうだ、今完全に埋まったな落ちて。ちょっと SP がないんで回復していきましょう。おお、結構回復するね。で、ここら辺はもうすでに火をしてあるから、なんか今の技かっこいいな。ここはね、もうどっちなんだ、本当に。おっ、おー、いっぱい出てきた。いや、すごい。とりあえずまた上に登ってみますか、この上に。で、マンゴーを手に入れて、ちょっと装備を変えるのが本当めんどくさくなってくるな。あ、これショートカットか。あれ、全然違った。おお、またすげえ宝箱。探索の心得、森名前見ただけでさっぱりわかんないんだけど、使うと冒険具の装備数が増える。お、いいね、めちゃくちゃいいじゃん。ちょうどめんどくせえめんどくせえって言ってたところだったのに。ってことはこれにこれをつければ完璧だ。いや、こういうのってさ、取り逃すとさ、かなり辛いよね。そう、ウィンスはね、こういうね、重要なものがそこら辺にね、落っこってる時があるんですよウィンス1とかね、先へ進むためのアイテムがなんか普通の洞窟に普通に落っこってて俺ね、それを取り逃がしてね、なんかすげえさまよった記憶がありますね。
なんかね、木と話せるようになる超重要なアイテムなんですよ。それがないと物語上先に進めないんですけど、そのアイテムが普通の洞窟に落っこってるんですよ誰から渡されるわけでもなく、本当に宝箱にこういう風にね置いてあるだけなんですよ。それをね取り逃がしたんですよね。だから洞窟をね一個一個ねもう一回ねくまなく探してようやく見つけたっていうね記憶がありますね。まあ、最近のゲームはそういうのはないと思うんですけど、重要アイテムはもうイベント上で絶対手に入るみたいな。まあ、今のもねあれば便利だよっていうアイテムだから、取らなくても先へ進めないっていうことはないんですけど、うわこの先絶対ボスだな。ちょっとここら辺を、もうないね。じゃあ行きますか。戦闘用の広場が戦闘用の広場が用意されているな。しかもアドルとかちょっとアングルが小さくなってる。沼から出てくるのかな。あれ違う、人がいる。襲われるのかな。てか消えてった。あれは、お、もしかしてさっき逃げていったやつか。獣、いやどうやら人のようだ。こんな足場が悪いところでなかなかすばしっこいやつだぜ。皆さん追いましょう。ドバーンって出てくるよ。待て、なんです。沼の中に何かいるようだ。いやさっきのやつ狙えよ、走ってったやつさ。めっちゃおならしてるねおならマンと呼ぼうと。うーん、弱点はあの玉っころかな。てかヒュンメルこういう時何してんだろう戦闘に参加してないけど、うん、なんか電撃をビリビリやってくるな。ラスピスース、沼に潜ってるときはダメージが通らないっていう、そんな感じかな。まずは沼から引きずり出した方がいいのか。どこだ、いた。ほら、うわ、あるね。これで全然ダメージが通らない。これ上登れるのかな。登れはしないか。こういうときはね配信専門するのが一番いいよね。痛い、勇ましすぎでしょこいつら。あれ俺が結局ダメージ食らってるだけだな。あ、弾が1個壊れてる。あと逆側か、ちょっと追いつけない。うーん、沼地で。あれ、なに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 、ちょっと、うわー食われる。怖い。おら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 。足より顔の方が当たるかな。そんなことはない。おら。でも後ろを取ってた方が安全だからね。こいつだってさ。後ろ足で蹴ってきたりしたよあーまた沼に乗った。そして回復してるな、あの玉っころが。ほらこれ役立つわ。やっぱり剣振ってれば SP が回復するわけではない。おお、やばい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 。ってか何これ、待って待って、またヒールポーション使って、でここから来るのには1個使おう。これで調節していけばいいんだ。いやこれはちょっとあれだな、ジャンプすればいいのか今のところ。
地上に降ってくるのを待って、うわでもラクシャがなかなか凄まじい、一体よマジ結構苦戦するなこいつ。よし出てきた、狙い狙い、よしよしよし、てかめんどくさいなそもそもがめんどくさいっていう。よしこれで陸地に上がるのか、意外のうちにこれだけダメージを与えられるからな。竜巻だ、これは無理か、回復はできなかったね。いや回復しよう、やっぱりヒールポーションがあと2つか、おら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 、おっ、ちょっとね、ベースエッジを極めた、早いなあ、なんか電流攻撃するよ、どうしようかな、もうそろそろちょっと必殺技を使っちゃってもいいかな。あーダメだ、飛び込んじゃった。次陸地に上がったら必殺技を使おう。ほらほら待って待って待って、ジャンプしつつ全然ダメだいいねいいねいいね、すげえこんな痛い、タイミングを見てジャンプした方が普通にいいね、これ強いねやっぱり。ほら待てこれもあれか、あでもフラッシュムーブで動きを止められる、やっぱ新装普通にいつの間に、まだまだいける。でここから来るのにで調整しよう。よし、ちょっとこれはもう使おう。おらおらおら、くらえ、どっか行っちゃったよ今度は。ほっダメだ、今ちょっとねフラッシュガードをね狙おうかと思ったんだけど、そううまくはいかないって全然ダメだ、てかさ全うわーまひった、ちょっと調子に乗ってたらまひったな、おー届かない、あとなもう少しなんだけどな、このターンで決めたいけど、よーし危ない、今ちょっと飛び込もうとしてたよね、ちょっとめんどくさかったなこいつは。木のやつといい、このカバといい、めんどくさいやつが増えてきたな。これこのまま先に進んですぐイベントになるかな、まちょっと行ってみますか、もう少し続くようだったら一回セーブをして切りましょうかね。てかここもさやっぱり地図に書き記しておかないといけないから、端の方から攻めないとね。さてじゃあこっちへ抜けますか、だいたい海岸に出てくるね、奇岩海岸、いる？誰もいない。え、本当に？ここはそんなに広くなさそうな感じだけど、あそこにびっくりマークがあるね。ちょっとまずは探索をしてから、あのびっくりマークはちょっと鹿として、これココヤスかな、
ココヤしたね。大体なんか掴めてきたぞ。いや、ここモンスターもそもそもいないね。綺麗な花って何使うんだ。なんかの材料だと思うけど、てかこっち登れねえし。よし、これで地図はだいぶ埋まったかな。いや、これ踏破率 100% とかめっちゃむずくないか。声をかけてみようか。声をかけよう。どこにいる？お願いだからこっちへ来ないでくれよ。まあそりゃ怯えるよね。いやでもね、村にね来るとね戦闘に参加させられるよ。かわいそうだけど。ひ弱そうな兄ちゃんだけど戦闘には参加してもらうからね。女性だって戦闘に参加してるんだから。リヒト。ええ、僕はリヒトと言います。なんとかこの島に漂着したまでは良かったのですが、森で獣に散々追い回された挙句、怖いおじさんにも追いかけられて、すみません。追いかけられるとつい。怖いおじさんって？ああ、ロムン憲兵。こいつを探してたの？どうした？事件。至急戻れ。よし、ワープして戻ろう。リヒトが参加。あれ、これで何人目だ。結構人数集まりましたよね。てか普通に走って戻って、てかさ、ワープしてる時って本当にさ走ってんの？だって1日じゃ行けないところとかさ結構いっぱいあるよね。あれ、ヒュンメルがパーティーから外れた。よ、ハドル、戻ったみたいだな。ドギ、一体何があったのです？ああ、それなんだが、みんな、落ち着いて聞いてくれ。バルバロスの旦那が何者かに切りつけられて倒れちまった。何？お、獣か何かにやられたのか。いや、それがどうも相手は人間らしい。本当なのですか？一体誰が何のために。キルゴール先生によれば幸い命に別状はないとのことだ。詳しいことは今から話す。ひとまず休息所まで来てくれないか。やはり人間の敵は人間なんだな。人間が一番恐ろしいということだ。まあ俺たちはね、完全なアリバイがあるからね。いや、アドル君、大変なことが起きてしまいましたね。犯人見てないの？後ろから切りつけられたとか？
てかまあ確かにここでさ切りつけられた理由がわからんよね。事情聴取を行おうか。アドル、来てくれたのか。このような格好ですまない。傷は大丈夫ですか。見ての通りだってよくわからん。手足を切り刻まれたとか、怖えな。まあ、声だよな。男性、ローブを羽織った後ろ姿。何者のかがいるってことか。テーブルに突き刺さっていた。お前たちを全員切り刻んで皆殺しにする。ネモ。何ネモって。犯人の署名と。ニーモってのは。ニーモか。ローンで名無しを意味する言葉だ。ロムンテートを騒がせている通称名無しの切り裂き魔。ああなるほど。ロムン全土を震撼させるような恐怖の殺人鬼。ドンバルティア号に乗っていたのか。ああ、やっぱりそうだね。ていうか同僚は？君の同僚はどこにいたの？犯人の目星はついてないの？わからないのか。お、今のはカーラン教か？時はね、やっぱりね、全員を一箇所に集めた方がいいと思うんだよね。下手に動けないように。てかめっちゃピヨってなかったか今。じゃあ外へ行きますか。あ、今も仕立ててくれるのかな。いやだからこうやってさバラバラにいるのはまずいって。こんな子供もいるんだし。全員を一箇所に集めてお互いがお互いを監視すると。もう犯人が動けないように。まあいくら切り裂き魔って言ってもね、こっちには腕の立つ人間が何人もいるから。憲兵さん、君が頼りだ。他の方ね。走ってたね。先ほどの声はそう遠くないように聞こえました。あっち行けないんだ。じゃあそうですね。
じゃあここで、一旦終了して、まあ何やら不穏な空気が漂っていますけれども、次回また続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。